LPWX は、22日、神取忍代表取締役名義で、元女子プロレスラーの風間るみさんが死去したと発表した。55歳。死因については、現在、病理解剖で特定中。と説明し、事件性もなく、コロナでもなく自決でもございませんので、ご遺体は、ご遺族のもとに搬送されました。と明かした。後日、お別れ会を取り行う予定とした。風間さんは、高校生でキックボクサーとしてプロデビュー。1986年、ジャパン女子プロレスに入団した。同期は神取忍。歌手やグラビアの芸能活動も行うなど、アイドルレスラーとして人気を集めた。1992年にジャパン女子プロレスを脱退後は、同年に LLPW を設立。代表取締役社長兼現役レスラーとして活躍し、03年に引退。03年8月の引退試合では、盟友の神取忍らに担がれ、完全燃焼です。18年間、ありがとうございました。と、笑顔でリングを去った。